私の名前はパニコ。会社員をしている28歳です。旦那の龍一は社長をしていることもあり、家に帰ってくるのも遅いのよね。共働きだし、大変なところもあるけど、夫婦で協力しながら、なんとか生活しています。龍一はとても優しくて、休みの日はちゃんと時間を作って、夫婦の時間も大切にしてくれるの。そんな優しくて素敵な旦那を支えるために、私も仕事や家事を頑張ろう。そう思える関係でした。私は仕事も順調だし、私生活も充実していたのですが、ある新人社員の教育担当になったことをきっかけに、楽しかった毎日が一気に憂鬱になってしまいました。その新人社員っていうのが、ゆうみさんのこと。明るくていい人かなと思いきや、ゆうみさんはかなりのくせ者だったのよね。パニコさん、おはようございます。おはようって、何時だと思ってんのよ。また遅刻したわね。時間通り会社にはついていたんですけど、会社の前でナンパされちゃって。私って美人じゃないですか。やっぱり男が放っておかないのよね。何それ。とにかく遅刻は遅刻だからね。そんなカリカリしないでくださいよ。私に誘惑されちゃった男が悪いんだから。また始まったよ。まあパニコさんに私の悩みはわからないもんね。カリカリしちゃうのも無理ないか。そう言ってゆうみさんは高笑い。ゆうみさんは遅刻をするたび、男性に声をかけられて遅くなったとか、ナンパされててとか言ってくるのよ。どうやらゆうみさんは自分のことを相当美人だと思っているようです。正直世間一般的に見たら美人ではないと思うんだけどね。かなり厚化粧だし、香水の匂いもきつすぎです。隣にいると頭が痛くなってくるほどよ。それに男性からよく声をかけられるとか、目が合うとか言ってるけど、きっと勘違いです。自分に自信があるのは悪いことじゃないと思うけど、無駄にポジティブすぎるというか、勘違いのあまり周りに迷惑をかけているってこともあるのよね。教育担当の私がビシッと言ってあげなきゃ。そう思って声をかけると、ゆうみさんは私の話なんて1ミリも聞かず、いつの間にか自分のモテ自慢ばかり。説教も何も、まず会話が成立しないのよ。そんなこんなで、ゆうみさんが会社に来てからというもの、普段の何倍もの体力を使うことになりました。おかげで、家でもぐったりするように。入社して1ヶ月ぐらい経つけど、ゆうみさんの態度は日に日に悪くなっていく一方でした。毎日のように遅刻はするし、うっかりミスも多い。こないだなんて、取引先にも迷惑がかかるようなミスもしたんですよ。ちゃんと私の話を聞いていないから、ミスが多くなるのに、ゆうみさんは反省する気ゼロ。ゆうみさん、取引先から書類が間違ってたってクレームが入ってたよ。ちゃんと確認してから送ってって言ったよね。え？本当ですか？ゆうみさんはこっちも見ず、ずーっと手鏡で自分の前髪を直しながら返事をします。上司が説教してる時ぐらい自分の顔見るのやめろっつーの。私ちゃんと確認したんだけどな。でも実際にクレームが。あ、きっとそれは取引先の人がわざとやったんですよ。あ？そうすればもう一回私に会えると思ったんじゃないですか。通りで私のことをじーっと見てくるなと思ったんですよ。男ってほんと不器用なんだから。何そのポジティブな解釈。はあ、とにかく修正したら私に一度見せてね。私もちゃんと確認するから。はいはい。本当に聞いてるのかしら。ゆうみさんのミスのせいで毎回仕事が二度手間になります。おかげで私の時間は奪われっぱなし。これじゃあ今日も残業ね。自分の仕事がなかなか進まないせいで、私は毎日のように残業する羽目になっていました。そこで社長のあかりさんに相談と愚痴を聞いてもらうことに。ごめんねパニコちゃん、大変な思いさせちゃってるみたいで。いえいえ大丈夫ですよ。でもちょっとあの態度はね。
実はゆうみさんは知り合いの娘さんなのよね。素直でいい子だからってお願いされて採用したんだけど、まさかあんな自己中だったとは。ゆうみさんの両親はかなりお金持ちのようです。しかもゆうみさんは末っ子なんだとか。もしかしたら甘やかされて育ったせいで世間知らずになっちゃったのかなとあかりさんは話していました。なるほどね。小さい時から可愛い可愛いって言われて育ったら自分が可愛いと勘違いしちゃうのも無理ないかも。今後は私もなるべく注意するようにしていくね。あかりさんもかなり困っているようでした。知り合いのお願いで採用したとなれば簡単にクビにすることもできないだろうし、板挟みよね。私もなるべく頑張ります。やっぱり社長っていろいろ苦労すること多いですね。ありがとうね。パニコちゃんだけだよ、私の苦労分かってくれるのは。まあ旦那も社長やってるのでなんとなく分かります。さすが社長夫人、いつもありがとうね。その時です。パニコさんって社長夫人だったの？物好きっているもんなんですね。いつから聞いていたのか分からないけど、どうやらゆうみさんは私たちの話を盗み聞きしていたようです。物好きって何よ。だってパニコさんって地味だし怒りっぽいし、社長夫人って器じゃなさそうじゃないですか。ちょっとゆうみさん、失礼でしょ。本当のことじゃないですか。私の方がずっといい女なのに旦那さんかわいそう、ハズレ引いちゃって。はあ、そうだ、パニコさんの旦那さん奪っちゃおうかな。実は私ずっと社長夫人になるのが夢だったんですよ。あんた何言ってんの。パニコさんを選ぶくらいだもん。きっとちょろい旦那さんなのね。私がちょっと誘惑すれば絶対落ちると思うな。旦那さんだってきっとおばさんより私みたいな若い美人がいいに決まってる。その方が旦那さんも幸せだと思うんですよね。ゆうみさん、いい加減にして。まあせいぜい奪われないように気をつけてください。そう言いながらゆうみさんは部屋を出て行きました。なんなのあれ。パニコちゃん、気にしなくていいからね。そうですね、気にしないようにします。厄介な人を雇ってしまったとあかりさんも頭を抱えていました。その後あかりさんが気を使ってくれて、私はゆうみさんの教育担当から外れることに。次に担当したのは同僚の男性だったけど、私より苦労しているらしい。注意しても真面目に聞いてくれず、私のこと口説いてるんですかと言われるんだとか。申し訳ないけど陰ながら応援することしかできませんでした。ゆうみさんの教育担当から外れてからは特に会うこともなかったし、龍一のことについて聞かれることもなかったです。奪うって言っても顔も名前も知らないんじゃ奪いようがないわよね。だからあの時のゆうみさんのセリフなんてすっかり忘れちゃってたの。そんなある日、仕事が休みだったので家でのんびりしていたらゆうみさんから電話がかかってきました。あ、もしもし。ゆうみさん。あのね、実は報告があって電話したの。は？報告？ショック受けちゃうかもしれないんだけど、あんたの旦那さん今私の部屋で寝てるわよ。え？一体ゆうみさんは何の話をしているのか全く理解できませんでした。ごめんなさいね。やっぱりパニコさんの旦那さんは私の美貌にイチコロだったわよ。会った時から目がハート。旦那さんもやっと運命の人に出会えたって言ってたし。いや、あのパニコさんより可愛いって言ってくれてるよ。やっぱり地味で怒りっぽいパニコさんは社長夫人にはふさわしくないのよ。私の方が絶対お似合いだわ。あの、ちょっといい？さっきから何の話をしてるの？だからあんたの旦那が。うちの旦那なら家にいますけど。え？だから私の旦那は隣にいるよ。あなた誰と勘違いしてるの？え？は？何言ってんの？昨日の夜あんたと旦那さんが玄関の前で話しているところを見たんだからね。
その後、旦那さんは家に入らずに駅の方に向かって行ったから声かけたのよ。それで今に至るってわけ。負け惜しみか知らないけど、変な冗談やめてよ。どうやらゆうみさんは昨日の仕事帰りに私のことをつけていたようです。旦那を奪うためにそこまでするとは。でもゆうみさんの話を聞いてようやく安心しました。あんたが勘違いしたその男は私の旦那じゃないわ。そいつは元彼よ。え？元彼？実は昨日の夜、元彼の公平が急にお金を貸してくれと言って訪ねてきたのよ。3年前に別れて以来一度も連絡は取っていなかったんだけど、友達を通じて私の住所を聞き出しやってきたの。私を頼るってことは相当困っているみたいだったけど、もちろん追い払ったわ。そこをたまたまゆうみさんが目撃して私の旦那だと勘違いしちゃったよね。勘違いしちゃったみたいね。何よ。まあ別にいいわ。パニコさんの悔しがる顔を見たかったけど、公平さんも社長みたいだし。社長？公平がそんなこと言ったの？そうだけど、あんたの旦那より稼いでるみたいだし、共働きしなきゃ生活できないような貧乏社長とは大違いよ。私は専業主婦になって悠々自適な生活を送るんだから。ちょっと何笑ってるのよ。だって、何？勘違いして奪った上に騙されているようだったので、私は真実を教えてあげることにしました。まず、あの日公平はお金に困って私にたかりに来たのよ。は？お金にだらしない人でね、そういうところが嫌だったから別れたの。借金も膨らんでいるようだったし、無職って言ってたわよ。でも確かに社長って、あなたのこといいかもだとでも思ったんじゃない？あいつ大嘘つきで平気な顔して嘘つくし、嘘ついてあなたの話に合わせたんだと思うよ。嘘よ。いい加減にして。公平さんは結婚しようって言ってくれたし、婚約届け？婚姻届け？なんかわかんないけど、一緒になるって書類にもうサインしたのよ。あら、まさかそれ連帯保証人のサインじゃない？ちゃんと内容見た？いや、結婚するために必要な書類だからって言われて、 あんたに勝てると思ったから、その勢いで。ああ、手遅れかもね。やだ、変な冗談はやめて。公平さんはそんなことしないからね。え、公平さん、あれ公平さん、どこ？どうやら私との電話に夢中になっている間に公平は逃げたみたい。さっきまで隣の部屋にいたはずなのに、気づいたらいなくなってたんだって。どうしよう。いや、どうしようって言われても私には関係ないことだから、自分で何とかしたら。そんなこと言わないでよ。あんたの元彼でしょ。勘違いさせたんだからあんたにも責任あるわ。いや、そんなのあるわけないでしょ。自分で勝手に勘違いしたんでしょ。そもそも旦那を奪おうとしたこともおかしいからね。そんな。とにかく頑張ってね。ああ、とちなみになんだけど、うちの旦那は毎月数百万稼いでいるよ。私が働く必要はないんだけど、今の仕事が好きだから辞めてないの。え？貧乏社長って言われたから一応訂正しただけ。それじゃ。そう言って私はガチャ切りしました。私のことはいいけど、頑張ってる龍一のことを貧乏社長って言われたのは我慢できなかったのよね。そして休み明け、私が仕事に行くと、そこにゆうみさんの姿はありませんでした。いつも通り遅刻かなと思っていましたが、結局その日は無断欠勤。きっと仕事どころじゃなくなっちゃったのかもね。あかりさんが心配そうにしていたので、私は事情を説明してあげました。私の旦那を奪おうとして勘違いしたことや、連帯保証人になってしまったことも全部ね。あかりさん、言葉を失っていたわ。だけど私と同様、自業自得ね、と笑っていました。その後、ゆうみさんはクビになったわ。噂によると、借金取りがゆうみさんの家に押しかけてきて、出勤どころじゃなくなっていたみたいよ。さすがに実家の両親たちも、借金取りに追われている状態の娘をかばうこともできず、家から追い出されてしまったようです。
もちろん公平とは連絡が取れず、あれっきりなんだとか。結局借金取りから逃げ回る生活もそう長くは持たず、今は夜の街で働くことになったそうよ。顔が良ければすぐに稼いで辞められそうなもんだけど、ゆうみさんは男性から全く相手にされず、全然稼げていないんだとか。現実を思い知ることになったでしょうね。一方公平はその後別の犯罪で逮捕されたんだとか。出所後も借金返済の人生しか待ってないし、ま、こいつも自業自得ですね。私はというと、もう絶好調。迷惑だった二人が同時にいなくなってくれたんだもん。おかげで平穏な毎日を取り戻しました。仕事も伸び伸びできているし、家庭でも龍一と協力しながら暮らせています。それに先日妊娠していることが分かったの。本当に幸せな瞬間だったな。これからは今まで以上に仕事も頑張るよ。そうだね、私も出産までは一生懸命頑張る。これからも夫婦で力を合わせて幸せな家庭を築いていこうと思います。いししご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。